新型コロナウイルスへの感染対策と熱中症予防のため、北九州市の県立高校が市の体育館を貸し切って体育大会を開催しました。世界体操の会場にもなる北九州市八幡東区の総合体育館には、小倉西高校の全校生徒およそ580人が集まりました。小倉西高校の体育大会は新型コロナの影響で2年ぶりの開催となります。時間短縮のため競技を例年の半分ほどに減らすとともに、密を避けるため無観客で行われました。初めて来た場所だったので慣れないことも多いですが、でもできたことがまず嬉しいので、体育館使えてよかったなと思っています。徒競走は体育館の広さを最大限に使って50メートル走と短くなりましたが、応援は例年と変わらず熱気にあふれ、思い出に残る体育大会となったようです。